サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日も皆さんに熱い戦いをお届けします。実況は西岡、解説は福西崇史さんで、エミレーツスタジアムからお送りします。福西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日の試合はアーセナル対ウエストハムユナイテッドのカードです。このピエール・エメリク・オバメヤンがプレーすると自然と注目が集まります。この前の試合ではハットトリックですからね。連続ハットトリックなら大記録です。アーセナルの今日の調子はどうでしょう。開幕から2試合でチームは勝ち点6を上げています。これ以上ないスタートですね。今シーズンはウェハチャンピオンズリーグへの出場を目標にしていますが、この勢いなら問題ないでしょう。ピッチ全体でプレスをかけて相手にボールをコントロールさせないチームですね。ラインナップを見てどうでしょうか。今日もいつも通りプレス主体のサッカーで行くはずです。タイトな守備をされると相手は体力的にも精神的にも負担がかかりますからね。このチームのプレースタイルについて様々な意見があるようですが、守備が消極的すぎるとの声もあるようです。今日もそんな戦術になるのでしょうか。ラインを下げ相手にボールをコントロールさせるイメージですね。逆に考えるとバイタル以外で好きにボールを持たせてゴールを守りきる自信があるという見方もできますよ。ペドロ・オビヤング、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ここはアドバンテージを取る。ここはフリーキックです。直接狙えそうな距離ですね。直接決めれば1点リードとなります。キーパーに収まりました。これはキーパー滑ったか。前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。ここはキーパーの痛すぎるミスです。このプレーは痛いですね。このショックを引きずらないといいですが。違うアングルから見てみましょう。監督も喜んでいるようですね。作戦通りリードができて一安心でしょうか。アーセナルのリードで試合が続きます。さあキックオフです。ペドロ・オビヤング、マヌエル・ランシーニ、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。エクトル・ベジェリン、オバメヤン、オバメヤンのスルーパス。このプレーはチャンスにつながりません。マヌエル・ランシーニ、エジル、アレクサンドル・ラカゼット、エジル、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。マイケル・アントニオ、ランシーニ、アントニオ、マヌエル・ランシーニ。ここで同点ゴールが決まりました。これでゲームは振り出しに戻ります。かなり白熱した試合になってきましたね。両チームとも一歩も譲るつもりはなさそうです。試合は同点となりました。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。
アレクサンドル・ラカゼット、ヘンリク・ムヒタリアン。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。エツリオ、ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。アレクサンドル・ラカゼット、このパス、オバメアン、さあどうだ。綺麗な弧を描いた。至近距離からのフィニッシュで得点を挙げました。あそこに入られた時点でキーパーはどうしようもありませんね。別の角度からご覧ください。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。ボールがセンターサークルに戻され、再びキックオフ。試合はアーセナルがリードしています。アレックス・イオビ、ヘンリク・ムヒタリアン、エクトル・ベジェリン、ギリギリのところに飛び込む。ペドロ・オビヤング、ボールを取りました。さてどうする。前に出しました。ジャック・ウィリシャー、危険な位置です。緊張感が増してきます。オバメヤン、弾かれた。反応は、ここはシュートチャンス、入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。福西さん、ゴールがガラ空きでしたね。はい、これは簡単でしたね。プレゼントしてもらったようなゴールでした。マヌエル・ランシーニ、サバレタ、ウィルシャーのところに行きました。素晴らしいパス、マイケル・アントニオ、決まった。ゴール、ゴールの低い位置を狙ったいいシュートです。ペナルティエリアで持たれて低めに決められてしまうと、守る方としてはどうしようもないですよね。アレクサンドル・ラカゼット、エジ、ピエール・エメリク・オバメヤン、ペドロ・オビヤング。ウエストハムがフリーキックを獲得しました。試合が動いてますよ。スルーパスが味方に通る。同点ゴールなるか。ナイスタックル、ファールをせずよく止めました。エツリュ、カウンターアタックを仕掛けます。これは見事なパスカットです。注目のサパレタです。マヌエル・ランシーニ、高いパスが味方に通りません。
このパスは簡単にカットされました。ここはアーセナルへのアドバンテージのようです。ムヒタリアンにラカゼット、ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。頭でゴールにねじ込みました。ディフェンスはマークにつききれませんでしたね。一瞬の隙を見逃しませんでした。別のアングルからご覧ください。ウィルシャー、マヌエル・ランシーニ、2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。キーパーこれをセーブした。近距離からのシュートでしたが、素晴らしい反応を見せましたね。前半が終了しました。スコアは4対、ここエミレーツスタジアムでは席に戻る観客がちらほらと見られる中、後半戦がスタートしました。アレックス・イオビ、さあスタジアムのシュートを打った。ディフェンスの選手が止めた。激しく指示が飛びます。ウエストハム、ここをきっちりと守り抜きたい。エジルのコーナー、シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。ここは押し出します。これはいけません。あっさりとパスカット。前半はこの選手のプレーが目立っていましたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。リードしているのはこの選手のおかげです。オバメヤン、シュートです。このシュートは惜しくもバーを越えました。素晴らしい狙いでしたね。決まっていても不思議ではないシュートでした。アレックス・イオビ、ムヒタリアン、いいクロスだ。前に出しましたが気を抜けません。アレックス・イオビ、ここでシュート。距離はありましたが強烈なシュートで狙ってきました。わずかにそれましたが惜しかったですね。この思い切りの良さはロングシュートに自信があるんでしょう。タックルでボールがこぼれました。ウィルシャー、パスをつないできましたがここで奪われました。ムヒタリアン、キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。アーセナル選手交代です。このパスはカットされました。ラカゼットがスルーパスを通した。さあ来た。アーセナルとしてはこのコーナーのチャンスをものにしたい。キーパーからのゴールキックに変わります。
ペドロ・オビヤング。もったいない形でボールを渡してしまいました。この選手がウィリシャーです。これは見事に奪いました。ルーズボールです。ボールはどっちだ。このシュートはどうだ。チャンスはまだ続きます。アーセナルのコーナー。このカットは大きい。しっかりと奪いました。カウンターのチャンスです。スルーパスが味方に通る。ゴールにつながるプレーとはなりません。浅野拓奈、ルーカス・ペレス、モハメド・エルネニー、ピエール・エメリク・オバメヤン。クロスを中央に入れた。いいボールでしたがここはクリア。アンドリー・ヤルモレンコ、カウンターを狙います。上がっていけるか。ルーカス・ペレス、いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。見事なスルーパス。大きなチャンスとはなりませんでした。いいカットです。ボールを奪いました。ルーカス・ペレス、ここはクロスのチャンス。試合は現在4対2。アーセナルのフリーキックになります。アレックス・イオビ、モハメド・エルネニー、前方に運びました。これはチャンスだ。これは大きく上に外れました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。ウエストハムのフリーキックになります。これは見事なインターセプト。ルーカス・ペレス、モハメド・エルネニー、ヘンリク・ムヒタリアン、オバメヤンのスルーパス。浅野拓磨、シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. アルトゥール・マスアク、ここはインターセプト。しっかり予測していました。このパスは簡単にカットされました。このパスは読んでいました。試合終了。アーセナル勝ちました。今日の試合は両チームとも非常に攻撃的な印象でしたが、どうですか。見応えのある試合でしたね。積極的な姿勢が出ていました。